はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が出てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今やね、もう当たり前になったその手洗い、うがい、マスクですけどもね、でもう一つ重要なのがね、消毒ですよね。あの店舗とかね、あのエレベーターを利用するたびにですね、アルコール液でこう手を消毒して、ほんで自宅に帰ってきたら、ただいまって言ってからね、玄関で除菌スプレーをシューシューと吹きかけてから、あの洗面所で直行して行って、薬用石鹸で手を洗って、うがい薬で口の中を殺菌します。そしてドアノブやテーブルなどね、もう家中のありとあらゆる場所をですね、次亜塩素酸水をシューシューシューって使ってね、あの拭き掃除をねし始めるというね、あの新型ウイルスとのね、その新生活が始まったね、あの殺菌消毒の習慣がですよ、もう当たり前になっています。あのもちろんね、あの感染予防というのはね、すごく大事なんですけどもね、これやりすぎるとですね、もう停滞しっぺ返しをね食らいかねません。でもしかしですね、あのそのおかげでね、とてもいい状況がね作られているんですよね。あのね、東京の新宿にあるね、国立感染症研究所のね、データによりますとですね、あの今シーズンのインフルエンザの発生状況っていうのがね、例年のね、1000分の1ほどにね、減少していまして、あのこのままね、流行ることなく、春を迎えれる可能性があるとね、指摘されています。で、またさらにね、感染性胃腸炎とかね、マイコプラズマ肺炎といったね、まあ、他の感染症の報告などもね、ほぼ全てが大幅に減っているよとね言ってます。あの新型ウイルスに対するね、その感染対策というのがですね、いっぱいにこうすごく広く広がってくれたことがね、あのウイルスや細菌によるね、あの他の感染予防にもね、有効という一つのね、証ともね言えます。なのでね、このままずっとね、あの消毒とか除菌とか殺菌とかっていうのをね、こう徹底する生活習慣っていうのはね、もう定着するのはね、すごい可能性が高いですよね。しかしですね、そのようなね、新しい生活様式がね、もうこれ以上進んでしまうとですね、あの我々人間の健康にとってはね、あのちょっと逆効果になってしまう危険性がね、あるんですよ。あのこれはね、あの東京医科歯科大学の名誉教授のお話なんですけどもね、あの除菌や消毒によってね、病気を引き起こす細菌やウイルスへのね、接触が減っているということは、病気の原因にならないだけではなくてですね、むしろ我々人間を守っている細菌も死滅させている可能性が高いと言っているんです。あの我々人間の生活環境にはね、まあ、ありとあらゆるそのいろんなところにですね、無数のね細菌がね存在しているんですけどもね、そのほとんどは実はね無害なんですって。あの人間にね、その病気をね引き起こすようなね、あの病原菌っていうのはですね、実はごくごくわずかしかいません。なので、ね、何も知らずにね、人間というのはですね、無意識に自分にその何の害もないね細菌をしっかり取り込んでいってね、共存するということができているんです。でそれらをね、常在菌と言います。でこれらのね、常在菌の働きのおかげでですね、健康が保たれています。あのだからね、この行き過ぎた除菌とか殺菌とか消毒によってですね、そういった常在菌までね、こう死滅させてしまうとですね、あの病気を招く原因になってしまう恐れがあるんですよ。でそれというのがね、そのまだ体が感染体ではないね、子供の免疫システムにですね、あの影響する恐れがあるんです。あの我々のね、人間、我々っていうの言い方もやめようかな。あの僕たち人間のね、体にはですね、あの口、鼻、目とかね、胃とか腸とかも皮膚とかもそうですけどもね、あの全身にね、あの常在菌がね、あの生息してるんですよね。でその常在菌にはですね、それぞれの役割があってですね、病原菌の侵入をこう防いだりとかね、免疫バランスをこう保ってくれたりですね、必要な栄養素をこう作り出してくれるようなね、働きもするんですよ。中でもですね、人間の腸の中にはですね、100兆個もね、すごいですよね、100兆個ですよ、100兆個もね、存在しているね、腸内フローラという涙がついているね、あの腸内細菌というのがあるんですよね。で腸内細菌っていうのはね、あの病原菌をね、の排除とかね、あの免疫力を高めてね、あの病気をね、こう防いでくれる役割などね、あと他にもですね、逆に行き過ぎたあの免疫をね、その調整してくれて抑える
働きも になっててくれてて、糖尿病とかね、動脈硬化、がん、アトピー性皮膚炎とかね、花粉症などのアレルギー疾患があるでしょ。あとはね、うつの発症にもね、大きく関係していることがね、分かっています。腸内フローラというのはですね、腸内細菌のこの一つ一つをね、この顕微鏡でピーってこう見ていたらですね、お花のようなね、可愛い形をしていて、それがね、100兆個もあったらですね、まるでお花畑のようにね、見えて、研究者たちをね、こう癒してくれたことからね、このようなね、フローラというね、メルヘンなね、ネーミングになったとされています。ちなみにですね、腸内細菌の餌となるのはね、食物繊維やね、オリゴ糖なのでね、腸内細菌を増やしたり、大人はですね、野菜やね、果物をね、食べてください。話を戻しますね。生息しているね、腸内細菌のね、種類がね、多ければ多いほどね、免疫システムがね、鍛えられてね、そのおかげで病気やアレルギーが発症しづらくなります。なのでね、その健康をね、維持するためにはですね、腸内細菌のね、種類をね、増やして、腸内細菌層のバランスをね、良好にすることがね、すごく重要なんです。しかしね、この増やせよとね、言ってもですね、人の腸内細菌の種類がね、生後3年ほどでね、もうほぼ決まると言われてまして、それまでにね、その体内に取り組んだ細菌がね、IgA 抗体とね、くっついて、定着することが分かっているんです。IgA 抗体というのはですね、外敵の侵入をね、防ごうと働くね、粘膜粘液のことでね、粘膜面でね、主体的にこう、活躍してくれる、その免疫物質のことなんです。もうこいつですね。こう免疫じゃない場合、外敵をこうから守るよっていうやつですね。例えばね、無菌状態だったお母さんのね、お腹の中から生まれてきた赤ちゃんっていうのはね、何でもこう口に入れてね、何でも舐め回しますけどね、これはね、多種多様なね、細菌をね、こう早く体内に取り込んで、腸内細菌の種類をね、増やして増やして増やそうとして、免疫システムをね、こう発達させるためだと考えられています。まあ、ものはいいようなんでしょうけどね、まあ赤ちゃんはね、その腸内細菌のね、種類が少ないからね、そうすることによって増えるだけなのでね、結果的にそうなりますって感じなんですけどもね、そのようにね、赤ちゃんの頃からね、培われてきたね、腸内細菌のようなね、まあその他の常在菌たちもというのはですね、今のね、その新型ウイルスのね、感染対策っていうのがね、これまで以上にね、除菌とか消毒がね、こう徹底されたね、生活が、新生活がね、もう長期にわたって続けていくと、こう身の回りにあるね、そのありとあらゆる先ほど言ったその常在菌たちやね、まあ、その他のね、細菌がですよ、必要以上にね、排除されることになりますよね。なのでそうした環境で育った子どもたちっていうのはね、免疫システムに、ね、悪影響が出るリスクがね、あるんです。例えばね、スウェーデンの研究なんですけども、手洗いよりもね、細菌をね、減らしてくれる効果が高いね、食洗機、食器洗い洗浄機あるでしょ、あれを使っている家庭のお子さんっていうのはね、アレルギー発症のリスクがね、2倍になるとね、報告されています。新型ウイルスなどね、その重症化の危険性がある感染症への、ね、対策っていうのはですね、もちろん必要なんですけども、しかしあらゆる場面でね、その除菌やね、消毒っていうのをね、徹底するのはね、薬効果になってしまうんですよね。日常生活においてはですね、その過度にね、除菌するようなね、その掃除とかっていうのは必要ありませんしね、手洗いはね、ほんまに普通のね、ハンドソープ石鹸で手を洗ってね、普通に水で流せばいいだけのことですしね、外から戻ってきた時とかね、料理やね、食事の前にね、それこそ、普通に手洗いをねしてもらって、うがい薬っていうのもね、そのお外から帰ってきた時に使うっていう感じがいいとのことです。ということでね、あんまりね、細菌やね、ウイルスをね、排除しすぎた環境ではね、我々人間もね、健康に生きられないということになります。まあ過去にはね、僕もしっかり手洗いうがいをしましょう、石鹸を使いましょうとか言ってましたけどもね、そこまで、なんていうんですか、ずるむけなるほど、手荒れすることはね、まあ、常識の範囲でしょうっていう風な感じでお話ししてましたので、こんなにね、結構なんていうんですかね、こう、まあ、過去に言い過ぎたなっていうのもあるんで、今こういうお話させてもらってるんですけどもね。でもね、まあ、入院中はね、めちゃくちゃ消毒してましたしね、毎日のように、看護師さんとかね、清掃員さんがね、病室のベッドとかね、綺麗にしてくれてましたけどもね、まあ、徹底はしてくれてましたけども、やりすぎまでとは思ってませんでしたね。まあ正直なところ、もうちょっとやってよって思うことはありましたけどもね。でもその身の回りのもののね、消毒に関してはですね、しっかりとね、その業務用のね、消毒液付けのウェットティッシュとかあるじゃないですか、あれでバーってしっかりしっかり拭いてくれてましたしね、除菌殺菌消毒っていうのはね、しっかりしてくれてました。でもまあそれはね、室内の身の回りのもの、ベッドやね、床といったね、そのものだけでして、僕自身っていうのはですね、自分でね、ちゃんとね、トイレとか食事のために手洗い消毒をしてましたので、
だからね、これはもう実際にはね、そう今の生活と何も変わってないんです。で、まあ僕としてはね、その入院生活のような消毒をずっとやってるわけなんです。で、このことを踏まえて言いますとですね、皆さんは、自宅にいながらね、入院患者さんらのようなね、生活の仕方になっているということになりますよね。それは皆さんもね、衛生面に気をつけるようになっていることだと思いますよ。まあでもそもそもね、その入院生活がね、個人部屋からね、大部屋になった時にはですね、他の患者さんらとの共同生活だったので、まあ、特にその時はまあ気をつけてましたけどもね。まあでも自宅っていうのはね、その他人とは違ってね、家族とね生活をする場所なので、まあそこまで神経質にならなくてもいいと思います。でもね、最初にもね、途中にも言いましたけどもね、外から帰ってきたら手洗い、うがい、消毒というのをね、最低限のルーティーンとしてね、感染予防をね、皆さんでしっかりしていきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。